トーマス・デ・ヘントは、ベルギー、シントニ・クラース出身の自転車競技選手。2009年、トップスポート、フラーメル・カトルに移籍。2011年、バカンソレイユ・ DCM に移籍。2012年、ジロでイタリアで、総合サミー・ステルビオ・トーゲがゴールの第20ステージを制した。2014年、オメガ・ファーマ・クイック・ステップに移籍。 2015年、ロットソーダルに移籍。2016年ツールド・フランスの第12ステージ、フランス革命記念日の山頂フィニッシュで見事な逃げ切り勝利。2019年ツールド・フランスの第8ステージでは、スタート500メートルから先頭に抜け出し、そのまま200キロメートルのステージを逃げ切り勝利。ツールド・フランス通算に2勝目を挙げた。 u 通3の時からいくつかの成果を上げており、プロになってからは、パリニースやツールドスイスで勝利を収めた。そして、2012年のジロでイタリアでチーマコッピーである、ステルビオ峠で、驚きの逃げ切り勝利を上げ、総合3位の成績を残した。タイムトライアルも、得意としており、ブラバンツパイル、ツールドフランスやジロでイタリアで、チームに貢献した。 大逃げを決めての区間優勝と、粘り強さが特徴で、2015年のパリニースでは、山岳賞を獲得し、ツール・ド・フランスではあばらを骨折してでも完走した。ツール・ド・フランス2016第12、ステージ暴風により短縮された、魔の山でデヘント勝利落ち者アンドランのフルームが主要、守るデヘントが中央3階で鮮やかな、独走勝利攻撃に出たラ・フィリップが、 万余上の脱会で変と、総合表彰台に登れれば、満足、ホアキン。今年のジロはどうしても勝ちたい。ありがとうございます。